はい、というわけでね、もうどうにもこうにもならないんで、ついにね、これでエンジンを吊ることにします。まあ、吊ってボディの中でね、浮かす感じで、まあ、そういう感じで、それでマウントを一回緩めてね、ちょっと外して、後ろ側のマウント外してから、つければね、なんとかいけんじゃねえかということで、同時にね、吊っておけばミッションもそのままね、外れんじゃねえかということで、やっぱね、エンジンは、こう、外した状態にしなきゃダメだね、多分。皆さんもね、やるときはフレームごと落とした方が楽かもしれない、こういうのやってるんだったら。じゃあちょっとね、これでエンジンを浮かしていきたいと思います。まさかね、今頃使うと思わなかった。はい、じゃあね、このようにエンジンをね、吊りながらやっていきたいと思います。ちょっとね、うちのマウントが合わなかったんで、ちょっとね、改造してマウントを作ってもらいました、うちのエンジン。じゃあ、あとはね、これで吊っときながらね、マウントを後ろ側を外していきます。なんでかっつうと、引っかかって外れないから。はい、じゃあね、これからね、ミッションをね、外していきますよ。外してやりますよ。外れないかもしんないけど、外れないかもしんないけど、外していきましょう。外れないかもしんない。外れないんだよね、これ。外れる気がしない、はっきり言って。しかもうちのヤジがなかなか来ないという。これ大変だわね。暗くなってきちゃったしさ。やんなきゃやんないよ。どっちから映すの？こっから？こんな感じで映しますか。これ外れないわ。一応マウントね、後ろ外したんだけど、そうするとね、やっぱ上から吊っといてもね、エンジンがプラプラしちゃうんだよね、どう考えても。それはそれで問題なんだよね。一応ね、マウントのネジは外したんだけど、どうだろう、これで外れるのかな。何かね、これ外れてさ、落っこってくる可能性もある、エンジンマウントが外したから。できればうちの親父がいてほしいんだが、なんかやりに行ったまま、肥料を、なんとかです。肥料を混ぜに行っても大したことないんだよね。どこで土やってんのかわかんないよ。これ行くしかないね、これだけで。ここかもしれないけど、こんな感じ。エンジンは切ってあるけど、これで全部ね、外れました。それで持てっかどうかだよね、あとは。マウント外しちゃいます。もうこうなったら手が引いても気持ちで止めてよろしいんです。
マウントを、ね、外しちゃいますよ。まさかの。やめたんだけど、いってやりますよ。よし、いけた。とにかく曲がるとか、もっとこっちして、こっちしたらやばいね。やるしかない。つけとりどうすかな。これで外れた。もう外れてんな。やっと抜けた。そこの今の状況のまま行くとちょっとやばい気がするな。抜けないとは言ってたけど、マウント外したからもしかしたら届くかもしれないしな。ほら、行かない。マウント落ちた。マウントは取れた。さあどうする。大丈夫これ。怒ってこないよ。ちょっと待って、一回つけとく。一回つけとこうか。待って。やばい。やばいよ、やばいよ。これ。持てないんで、ちょっとうちの親父が来るまでちょっとね休憩したいと思います。ちょっとね休憩します。それではちょっとお茶でも飲んで休んでみよう。